許せないっすよそんなのは。あ、ごめんなさい、ついでもそれ立派なモラハラですよ。彼プライド高いから離婚なんてさせてもらえないだろうし。そういう男は世間体気にしますからね。どうしたらいいか分からなくて。殺しちゃえばいいじゃないですか。なんてね、お冗談っすよ冗談。実は考えてるんです。毒殺？でも薬なんて手に入らないし、そもそも人殺すなんて。できますよ。え？僕大学院生なんです。理系の。理系の？だから出入りしてる研究室に薬品がたくさんあります。もちろん危険なものも。いやでも。大丈夫ですよ、少し持ち出すぐらいなら絶対にバレません。そんなことしたらあなたも共犯になるんですよ。助けたいんです、あなたを。あなただけが辛い思いをする必要はありません。二人でクズ男を葬り去りましょう。あー疲れた。誰だお前。